どうも、こうちゃんです。今週も愛、魂、笑い、それすなわちエネルギーが皆様に届きますように。それではどうぞ。おはようございます。5時半です。雨が降ってたんですね。よし、行きましょう。出発信号ですね。わー、綺麗だね。すげーな。藤の花だ。藤の花があそこにありますね。鬼滅。無事作業が終了しました。タララララ。ほら、はい、どうもお疲れ様でございました。今帰ってきて、8時10分でございます。動画の1個前の動画ですけど、まだ上がってなくて、全然ねアップロードされなくて、ちょっとねかなり困ってるんですよね。踏みしめて。9時55分です。やっとね、さっきと動画アップロードできました。トレーニングだけはちょっと行きたいんで、ちょっと1時間ぐらい集中してパパッとやりたいと思います。よし、お疲れ様です。ジムから帰りました。今日のボディはこんな感じです。まだまだですね。おはようございます。5時半です。4月18日のボディコンディションですね。もうちょっとね、ガツンと行きたいっしょ。ガツンと行きたいよね。まだまだといったところでしょうか。最近では過去最高の軽さを叩き出しました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。プロテイン、マッスルフットプレイン、バニラ味、ミシュリカガール、ジーカンシェシェシェ。入れ物はウィデル。このプロテインもウィデル。そしてこれがこうなります。タラーン。理想の筋肉を目指すホエイプラスガゼイン2種類の。おはようございます。さらに力強いね。6時17分の歌。6時17分眠い。お前がそんなに眠いの。昨日1時半に寝てるからだ。トゥルルル睡眠時間。4時間睡眠時間。よし、よし、買う。キングダム買うか。ジャングル、ジャングル。はい、今日のご飯はサバの塩焼きとひじきですね。あとはね、これにはたけのこご飯が入ってます。空はまるで君のように。すげえな。はい、3週間ほど、入ってましたね。現場が今日完結しました。いやー、山あり足りないでしたが、無事終わりました。今から帰ります。はい、どうもお疲れ様でして、今ね19時4分ですね。仕事、某ゴルフ場のね作業が無事終了しました。一緒に、作業してくださった皆様も本当にありがとうございました。4月18日のトレーニング前の体ですね。職人の吉郎さんです。緑のことなら何でもお任せ。
11時15分なんですけれども、どうかな、変わったかな、少しずつ頑張ります。まだまだやけどな。バーシ、おはようございます。えいや、4月19日のボディですね。はい、ほら来た、 80.4。 本日はノブから公園の草刈りです。今日私がいただくのはタンパク質が取れる豚しゃぶ、ひじき、そしてこれはたけのこご飯です。いただきます。無事に芝生ののり面が枯れました。はい、どうもお疲れ様でございます。今日は暑かったね。チーカー、新しい家族ゲットしました。イエーイ、おーふー、友達が増えて嬉しいね。おはようございます。頑張りましょう。戻った、体重が。おはよう。体重が 81.3kg なんですけど、1年前ですね、あの体重計を測った時に79キロで今より軽かったんですよ。体脂肪率がその1年前に比べて 0.3% しか増えてなくて、他筋力とかそういったものがアップして体重が増えてるんですね。なんで割かしいい感じです。はい、デイリー山崎で朝飯買います。はい、幼稚園か。びっくりした、びっくり。いただきます。お疲れ様です。もうね、まさかの11時55分です、今。もう20日が終わろうとしております。今日のトレーニングは胸、そして、肩。まだまだっすね。もうちょっと、もうちょっと。地上最強の生物みたいなさ。おはようございます。控えて、カロリー制限はずっと意識してやってたんですけど。カロリーな、マジで。すごいな、逆に。朝ごはんは、プレーンヨーグルトです、です、です。ゴミ捨て完了。はい、どうもお疲れ様です。今日は金曜日です。トレーニングをするのかしないのか。5月27日のスパルタンレースに向かって、お前は一体どういう道を選ぶのか。こうちゃんは左折か直進か、どっちするのか。エネル左折、左折、左エネル、左エネル。
高校生とかが部活頑張ってますね。いいですね。僕も15年前はあんな感じでしたね。懐かしいですね。 400m ハードルです。これずっと向こうまでこれ一周あるんですけど、こいつ一応ねジュニアの時、高校1年生の時ね、初めて大阪一番取りましたね。まあ、近畿大会進んで、近畿大会でこけたけどな110本に変えようと思います。で、これはまあ僕が中学校の時に自主練でやってた練習なんですけど、1本走ってからで有酸素でジョグで戻ってもう一回走るというのをちょっと繰り返したいと思います。はい、やめた。9本行きました。インターバルは中つなぎで常にゆっくりですが動いてやりました。一応ねほぼもう全部14秒前半と13秒9とかそこら辺で9本走れてるんで、最後1本ね皆さんと一緒に走りたいと思います。ラスト1本もねできれば13秒台で締めくくりたいと思います。みんなで頑張っていきましょう。よしよしよし、13秒、よかち最後に1番へタイム出しました。おっしゃやりきった。う走り終わったから今からエニタイムフィットネスでトレーニングだ、背筋だ。はい、すいません、今帰ってきました。今日はね、一応ね、そんな感じです。体がまだまだ満足するところには至ってないですね。よっしゃー、今から見に行きます。レッツゴー。サンドイッチ食べてます。はい、映画ノック見てきました。ざっくり言うとね、まあ休暇を楽しんでいる、口裏ではゲイと言ってたのでゲイと言いますが、ゲイの夫婦とあと養子の女の子1人いる3人の、主人公がいるんですけども、その、主人公たちが、森の中でね、小屋の中で、休暇を過ごしてるんですけども、そこに、4人の、成人、男性男性女性女性、その、4人が、唐突にですね、あなたたちの中3人のうち1人を、まあ犠牲にする、要は殺さないと、この世は滅んでしまいますと。ストーリーとしてはかなり、奇妙な、感じでしたね。もし、気になる方がいましたらノックぜひ見てみてください。はい、動画のご視聴ありがとうございました。今週も、1週間ねやりきることができました。
無事にね、鉱木の、現場がですね、終わりまして、それも良かったかなというふうに思います。これからですね、草刈りシーズンに入っていきますので、また、少し変わった、僕の Vlog をお届けできるんじゃないかなというふうに思っております。そしてですね、もうそろそろなんですけども、スパルタンレース、5月27日のスパルタンレースに向けて、いよいよ約1ヶ月後にですね、レースがあるということで、ここからね、どん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 、気を引き締めて、さらにパワーアップして、頑張りたいと共にですね、それを通じて皆様に、やる気だったりとか、元気だったりとか、情熱、そういったことを届ければ、いいかなというふうに思っておりますので、目標に向かってね、少しでも、進む、楽しさだったりとか、そういったことが、何かね、僕が、伝えることができれば幸いでございます。それでは最後にですけども、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。そして、ちょっとでも、何か熱いものを感じたとか、やる気が出たとか、俺もやってみようかなって思われた方、チャンネル登録して僕の活躍を、ぜひ活目して一緒に夢に向かって頑張りましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。そして、何か気になることとかありましたら、ぜひコメントもよろしくお願いします。というわけで、本日も、ご視聴ありがとうございました。はい。ではまた次の来週の動画でね、お会いしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしたいと思います。それでは次のアフィルで、レッツゲロン。はい。魂笑い、それすなわちエネルギー。次の動画まで、バイバイ。風邪ひくなよ。